広島県にお住まいのののの50代の会社員の男性からの質問ですいわゆるオールドメディアが中国に関する国民が知るべき情報を取り扱わないことに関してはマスコミの怠慢や政府他からの圧力があるかもしれませんが中国とマスコミとが国交回復時に中国に不利な報道を行わないという協定を締結したことも一因と聞いたことがあります。 これは本当なのでしょうか。通常契約などには解除できる条件が規定されているものですが。蒸気が本当であれば、大問題だと思われます。詳細を教えてください、とのことです。えー、これね、日中記者交換協定というものがあります。はい。えー、ただ、これは、国交回復時に、結ばれたものではありません。あ、もっと古いんですね。そうですかはい。うんえー、昭和三十九年四月。 えー、日本と中国は、ね、高崎辰之助事務所と遼彰氏事務所という、まあ、当時の日中貿易の窓口が仲介して記者交換協定なるものを結んでいます、はいえー、43年3月昭和ですけれども、えー、それまでの協定が破棄され新たに、まあ、田川誠一古井吉見氏ら、えー、いわゆる親中派の代議子が仲介する形で えー、日本の新聞は中国側が条件とした政治三原則を守らなければ中国に記者を常駐できないことになりました、はあえー、この日中記者交換協定に記されている政治三原則というのは、はい、中国を敵視しない <laughs> それからね2つの中国を作る陰謀に加わらない、うん、日中国交正常化を妨げない まあ日本のメディアが、まあ、中華人民共和国に記者を常駐させたければこの三原則を守れということですね。なるほどこれ産経新聞大丈夫だったんでですすかうんここれれ説明しま相手国政府の、ね、方針に従うことは、ええ、まあそれを事前に約束するというのであれば、うん、自由な報道論評を初めから放棄したのもまあ同然ですわねそうですね。 でこの当時ね、えー、台湾を取材した NHK がその映像をテレビで放送したところ画面に「大陸犯行」という介石のスローガンが対処された壁面が映っていたことが非難され、はいえー、また朝日新聞はラジオ欄でその番組を紹介したことが問題視されそれぞれ中国側に謝罪したという話があります。えー これ私はあの先輩の大先輩の記者から産経のね、えー、聞いたことですけれども、うん、あるいは、えー、これのあや子先生から「えー、この世の偽善」という本を私が構成する形で作った際にも、えー、こんな話を伺いました。えー、その先生曰く「はい、えこの40年余り産経新聞と時事通信を除く日本のマスコミは 絶えず中国の脅しを受けながら特派員を受け入れてもらうために完全に中国政府の意図を代弁する記事を書き続けてきた「朝日毎日読売などの全国紙東京新聞ほかのブロック紙などは「中国批判はただの一行たりとも書かず私たち筆者にも書くことを許さなかった」「私が少しでも中国の言論弾圧を批判すれば その原稿は私が内容表現を書き直さない限り没になって紙面に載らなかったのですちゃんとその綾子という署名を入れた小さな囲み記事ですら印刷中の輪転機を止めてまで掲載を許さなかった新聞もあります、えー、私はその新聞には二度と書かないことに決め今もそれを通していますが私に言わせれば中国報道に関してマスコミは でで発表していたのですと、うん、さてでは日中記者交換協定の存在をマスメディア各社がきちんと読者に説明したことがあるのかといえばこれはないそして現在も有効なのかそれとも無効なのか、えー、産経新聞はかつてこの政治三原則に従うことを拒否して、えー、長く北京に支局を受けませんでした、はい、まあ自由な報道ができないのなら 国必要なししと判断して、えーえー、台北と香港の支局だけで自由な中国批判を展開し、まあ、他市の中国合同に勝ってきたという、えー、経緯があります、はいまあ、しかしながらですな、えー、平成10年1998年産経は31年ぶりに北京に常駐特インを置くことで中国側と合意して中国総局を開設しました。 はいえー、記者交換協定に関してどのような折衝を重ねたのか、まあ、当時、私はです、ね、もう下っ端の社員でしたから、えー、具体的なその経緯は知らされていませんでしたけれども、えー、結論的に言うと、まあ、私が預かっていた雑誌声論に関していえば親子から「中国批判は手控えろ」と<ー>ま指示されたことはない。あないんですか、うんはあ ただしそれが産経新聞に、えー、どのようなあ縛りがあったのかなかったのかということで言うとこれは産経に限らず私が、えー、判断する材料にしていることが一つあって、はい、それは先ほど挙げた三原則のうちの一つのえ<い>、えー、2つの中国を作る陰謀に加わらない、はい、これはつまりね、えー、中華人民共和国と台湾は違うと。 そう言うなってことなんですよ。はい、台湾は中国の一部であるということを認めろということを中国は要求してるわけね。なるほど。だから今もあの、まあ、WHO に中国があ台湾を加入させないようにさまざま圧力をかけてるという話はこれまでしてきましたけれども、はい、え日本のメディアには台湾を国として認めるなと国として扱うなということを要求してるわけです。うんうん、そうすると えー、例えば台湾で総統選挙が行われたりすると、うん、普通はアメリカに対してもあるいはヨーロッパの国々に対してもその国の国民というふうに報道しますね。はい、とは台湾に対しては住民というふうに報道している。なるほど。国ではないから。で実際に外務省の見解は台湾を国としては認めていない。うん、しかしね これは自由なメディアとしてその編集権あるいは考え方を通すということを第一に考えるならば台湾国民っていうふうに書いて報道して何の問題があるだろうかということで、はい、私は正論に関してはそういう表現のまま筆者にも通しましたし自分が書く時もそう書いてきた。うん素晴らしいしかしいか多くの新聞が あ、産経も含めてだけれども、え、実は住民というふうに書いています。今もね。あの、先生、これ具体的にこの。日中記者交換協定に、こう違反した場合っていうのは。うん、注意勧告とか、そういったものがある。あのね、これはね。ええ、え要するに。国と国との、例えば条約とか協定とかっていう形では全くないから。はい。つまり、各メディアと中国の新聞。を扱う。 部署との間の了解事項なわけしたがって例えばきちんと契約書が起こされていてそこに署名してどうのこうのっていう形を取ってるかどうかすらも実は不文明、えー、そ,ででその解釈の範囲も厳密なラインがあるわけではなくて、うん、中国側がある幅を持って各社に警告するんですよしかもその警告の仕方というのも、えー 例えばその駐在している記者の,のビザの書き換えが必要になったら更新に対してなかなか認めずに嫌がらせをするとかあなるほどまあそういうようなことでそういういやり方なんですね、えーうん、だからね、うんあのー、注意深くその新聞あるいは、えー、テレビの報道も見ているとなるほどこういうところをコントロールされてるのかというふうに気づくところがあると思います。はい、今年の あの年初めのね台湾の総統選挙でも、ええ、私は民放のテレビ局何局か見たけれども台湾の住民っていうふうにアナウンサーは言っているところがほとんどだったと思いますね。うんまあ、もちろん全部ねあのー、の番組を網羅して見ているわけではないから、はい、ひょっとしたら間違えて台湾の国民って言ってしまっているアナウンサーがいたかもしれないけれども。<laughs> なるほど、うん、だから まあ、台湾の国民がとか日台双方の国民がというようなそういう表現が、えー、普通に出ている、えー、媒体であれば少なくともその記者交換協定に関しては、えー、可能な限り巡って自由な報道を心がけようというふうにしている記者がいると。 先生あともう一つちょっと素朴な疑問なんですけどこれ記者交換協定というからには、まあ、交換というからには日本側にも何かしらの,そのメリットというか、まあ、相互に何かいい点があるから交換が成立すると思うんですけど中国との場合はどうなって中国に常駐特派員を置けるっていうのをメリットと考えてる。<笑><笑>あなるほど向こう側が日本に 対する報道でその報道の仕方を向こう側が何か規制されたりとかっていうことはないわけですか中国側が報報道道をを日本にのことを報道する時にとだって日本はその例えば、ええ、あの逆に日本を敵視する報道をしないとかなんとか求めてないから、ええ、<laughs> だからこれ一方的なものですよそうなんですかうん。 だから中国が言ってるのは、えー、中国に常駐特派員を置きたいんだったらこの条件の飲みなさいってただ言ってるだけなんだからそうなんですかう,ん、うこういうところにもここがね例えばそのマスクメディアは、はい、例えば世界の各国主要な国の首都に必ず支局がありますとか、えーえー、これだけ取材網が充実していますとかいうようなことをやっぱり誇りたいわけですよ。はい、そうすると 中国の北京に四国があるなしというのは大変な大きな要素であるというようなねある種のメンツもあるし、うん、それから、まあ、当時の朝日新聞なんかははっきりね日中友好を進めるというふうにして、はい、あの社長自身があの明らかにしていたそういう時代も朝日にはあって、はい、でそのためにはあの嘘を書くてはダメだけれども 日中友好を進めるような方向でさまざまな事実を発掘して報道して書こうっていうようなことを進めてた時代もあるわけで、はい、でもこれ自体がねあるべき中国批判を手控えるということだからそうですねい,やそういう言語空間の中でずっと長く過ごしてきたということはね今日の日本と中国の関係を考える上でもやっぱり顧みなければいけないことを つまり日中友好は歌っていた時に果たしてそのメディアはどういう状況下でその報道や論評を続けてきたのかっていうね、うん、まあそういうことになりますけれどもね。先生これ契約などに解除できる条件が規定されていますかっていうのも質問者の方がおっしゃってるんですけどいやだからもう中国には常駐特派員起きませんから。ええあ というふうにするしかないんですかこの協定から抜け出すには抜け出すってよりもこれ要するに貿易協定とかそういうものじゃないからねはい。そうか。だから解除っていうかこの条件飲まないんだったらじゃあ中国は記者入れないよっていうだけの話だからうん。もちろんそれ今はね今日<え>やっぱり中国の人権状況や何かにすごく世界の関心が集まるようになっているので,、はい、であからさまに 例えばその記者の追放をするとか支局の閉鎖を命じるとかようなことができるかどうかは別にして少なくとも中国は常にそういうスタンスを持って外国のメディアに接している、はい、中んずく日本に対しては明らかにこうした条件付けをしているっていうことをねはいなるほどよくわかりましたでもこれをね中国がねあのメットにじゃあ記者の ビザの更新に関しての嫌がらせをしたりとかなんだとかっていう反応はそれぞれ違うんですよ。<ー>さっき言った LINE として一つがあるわけじゃなくて幅の中でそれを出し入れしながら、はい、暗黙にいろんな新聞社やテレビ局に警告を発するっていうような形で分かってるだろうなっていうことの根底にこの3原則がある。はい、まあもちろんその この三原則のうちのね日中国交正常化を妨げないというのは、はい、もうこれも意味がないからもう二つですよね。なかなく今中国が最も神経質になってるのは台湾に関する報道。逆に日本側もこういう協定を作って日本のことを日本に入れてやらないよみたいなことで対抗できたりはしないんですかそううすると日本は自由主義の国じゃなくなくってしまうもんね なるほどかだから自由主義の国っていうのは、ね、その一党独裁の国に対しては常に後手を引かざるを得ないけれどもうん、うん、でもそういう国の価値観なんだということを私たちががまえておく必要がありますよねだからその一党独裁の国に対して友好を求めるっていうのはどういうことだっていうのを本当に念頭にね、うんはい、置いた上で付き合わないとだから今あの 中国は前人代を終え,てえ<っ>で香港に対して、えー、国家安全法というものをまあ施行すると。で,、ね、でこれは完全に中あの香港の高度な自治を認めるという、えー、一国二制度の根幹を揺るがすことでアメリカやヨーロッパはかなり厳しい口調で中国にその点を指摘批判をしている。 ところが日本政府は、はい、そうした状況に憂慮するという,そうです、ね、非常に弱いメッセージになっていますね。はい、だからこの辺がねやっぱり我が国は一体その大切にする価値観は何なのかというところから踏まえれば、はい、はっきり言わねばならないという,そうです、ね、ただしはっきり抗議ししてほしいですね、うん、政府もだからマスメディアも結局中国に対してはなぜこんなに毅然と。 ものが言えないのか言わないのか、まあこれをね、はい、あのずっと通っていかなければいけないですよね。そうですね。うん、ぜひライズアップジャパンの本編でもですね、この件詳しく伺っていきたいなと思っております。はい、ということで質問コーナーでした。ありがとうございました。